質問攻め切り抜きチャンネル。ひろきさんはどういう性格が好きですか？いや、やっぱなんか面白いことっていうか、なんかこの人がいるからこういう変わった出来事が起きたよねっていう、なんか変化が起こしてくれる人の方がいいなと思ってて、なのでデジタル庁っていうのが賛成してるんですよね。なんとなく私はマクロンさんはかなり評価されてるんじゃないかというふうに見てるんですが、どうですか？うん、マクロンさん、まあ、かなり頑張ってますよね。で、うん、マクロンさん以外があまりに任せられないっていう、まあ、前回のその大統領決定戦の時もやっぱマリーヌ・ルペンが相手だったので、うん、それはさすがにマクロンになっちゃうでしょっていうところがあるので、うんうん、なので、その、老獪なまともな政治家というところが上まで上がれないっていう、要はその、フランス人って、まあ、その、すぐデモやったりぶっ壊したりとか、割とその、尖ったものを選びがちなので、うんそうすると、その、マクロンさんに対抗すると、変なって言い方悪いですけど、尖った人が選ばれがちなんですよね。うん、で、二人並べると、じゃあまあ、マクロンのがまともだよねっていう。なので、なんか、その、重要な、その、老獪政治家っていうところがなかなか伸びないっていうのが、ちょっと日本と違って、不思議だなと思ってます。なるほど。マクロンさんは、じゃあ、かなり評価されてると。基本的に、いや、その、フランス人政治家嫌いなんで、評価は低いんですよ。ただ本題というのはマシっていう。イエローベスト運動はもう収まったんですか？毎週やってますよ。毎週やってるよ。まあ、結局、その、もともと毎週デモするっていう、なんとなくの文化の、で、黄色ベスト運動も、その時々によって反ワクチンだったりとか、なんかいろんな理由をつけて黄色ベスト運動が人気だったり。そうだ、そうだよ、そうだよ。なので、最近も反ユダヤ反発デモとかもあるんですけど、なので、その、毎週デモをやる中に、そのイエローベスト運動やってた人もずっといるっていう。でちょっとその日本の花粉期とデモが違って、デモがその日曜日にみんなで散歩しに行くイベントの一つなんですよ。でその道路封鎖して、なのでその例えば銀座の歩行者天国みたいな感じで、そのいつもは車しか通らないところを日曜日にこう太陽が出てる中、みんなで散歩して、で歩いてる最中、なんか食べ物配られたりとかもあるんですよ。あいい運動になって日光浴びてよかったねっていうのだから毎週参加してますみたいな人って別にイデオロギーないんですよ。なるほど。そうなんだ。イデオロギー関係ないんだ。面白いですね。フランス人はやっぱり想像を超えるな。なのでなんかちょっとそこがね随分違うよね。でもやっぱそういう政治に参画っていうか意見を表明することに対して敷居は低いんですよね、やっぱりね。そうですね。なので、うん、まああなたが言うことは正しいとは思わないけど、でもあなたがそういうのはいいんじゃないみたいな、その意見が合わない人と仲良くしないっていう文化が日本はあるんですけど、不動産はそれが鈍いので、なるほどね。いや日本人はね、やっぱこう論争しちゃうとね、それがしこりにすごいなるんですよね。個人的なね。個人的な。でも私はね、うん、それはね、やっぱり成熟した政治社会ではない。おっしゃる通り。いうふうに。ディベートってね、やっぱ日本人苦手なんですよ。思うんだよね。そう。だからすぐこう。岸田がダメだっていうと、もうなんていうのかな、政治に関心がない、ポリティカルアパシーになっていってしまうような、うんうんうん、そういうところってあるじゃん。うんうん、なりますね。忌避しちゃうっていうね、ところね。だそのなんか、議論というものが、お互いの意見を確認するのではなく、どちらかを説得するっていう説得作業になっちゃうんですよね。ああ、そうですね。あ、そう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 。まあ、説得もあってもいいんだけれども、まあもちろん。まずは、こう、お互いの立場の違いっていうものを、はっきり明確にするっていうのが重要だと思うんだけれど、とにかくね、立場の違いが出てしまうと、うん、もうこいつは敵だっていうふうに、そう。決まってしまうんだよね。だからね、なんか立場は違うのに、いや、おっしゃる通りですって言って違うことを言うとかね、おっしゃる通りじゃねえじゃねえかみたいなね。だなんか話が噛み合わないと思うから話しませんみたいな、いや、噛み合わないからこそ議論するんですよっていう。それはさ、話が噛み合わないと殺し合いをするしかないっていう歴史を繰り返してきた社会だからですよ。あ、日本が。違う。西洋が。あ、西洋が。はい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 、確かにそうですね。その怖さを知ってるから、なかなかそういうふうにはならないようになってるけど、日本はその恐ろしさを知らないんだよ。なるほど。確かに。そうですね。だからそういう意味でいくと話し合わないっていうので無視したとしても、相手がよりひどいことをしてくることはないだろうっていう、そのなんか暗黙の期待感みたいなのありますよね、相手に対する。あうんの呼吸っていうのもありますしね、日本はね。だからそのアメリカ人がなぜフレンドリーなのかって、例えばエレベーターとか入ると大体挨拶するじゃないですか、アメリカ人って。ね、赤の他人でも。であれって、大丈夫の人かどうかっていう、お互いの実は確認だったりするんですよね。そうそうそう。だからね、私はね、ずっと日本は、社会として成熟するためには、分かり合えないことを分かり合うっていう文化っていうのを作らないとダメだ
ずっともうこれは評論家としてデビューして以来ずっと言い続けてる、うん、分かり合えないことを分かり合う、そう、うん、これが大切だと思うんだよね、うん、お互い分かり合えないということを分かり合うという、うん、そういうこのバッフィールドっていうものが必要だろうと、それがこう政治的な成熟に結びついていくんだろうというふうに思うんだけどね。その分からないものをまだ分からないままだよねっていうところで曖昧なものにしておくのが割と不得意な人が日本多い気がするんですよね。でもひろゆきさんなんかがもね、この前さっきあの維新の藤田幹事長との論争がちょっと話題になったけど、ああいうことをやっぱやるっていうこと自体がやっぱ非常に大事なことですよね。だからそうやってやっぱ詰めていくことによっていろんなことが明らかになるし、かといって別にね藤田さんが憎いわけじゃないでしょ、ひろゆきさんもね。全然、はい、むしろいい人だなと思って、僕は仲良くなった気でいるんですけど。うん、だからそういうだから意識っていうのは、だから少しずつ実はこういう YouTube のねフィールドとかで広がりつつあるのかなっていう気もしてるんですよ、ね。いや、そう。それはね、立憲民主党の小川さんに対してもそう。ああ、宮崎さん、小川さんのことをめちゃくちゃ論破しちゃいましたからね。そう。それで、ね、じゃあ別にこう、個人的に何かこう。あれ、結構応援してましたよね、僕らね。そう。あなたは頑張んなきゃなんて言ったら、いや、別に私、総理大臣になりたいなんて言ってませんとか言ってね。いや、そんなことないですよ。本まで出してんですかみたいな感じでしたけどね。なんかね、